はい、皆さんこんにちは、トツロです。新年明けましておめでとうございます。今年入ってこれ2本目の動画なんですけど、1本目はねコラボ動画だったので、この新年の挨拶しなかったんですけど、おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。さあ、まあ、今日なんですけど、今日はですね、まあ、僕 YouTube 始めた当初やってたスタイルって結構一人語りが多かったんですよ。もう沖縄移住とはこうだ、沖縄に住む時はこうだみたいな、そういう一人語りが結構多かったんですけど、それをね、ちょっと復活させようかなと思います。こういう時にね、たくさん復活させてほしいというお声をいただきましたので、復活しますとか言うんですけど、僕は別にお声はいただいてないんですけど、勝手にね、復活させます。で、ちょっとこう、軽い感じというか、崩した感じでやっていければなと、いいなと思ってます。ちょっとね、皆さんにライトな感じで見ていただけるように。昔はね、結構脱力的というか、やる気なさそうとかめっちゃ言われてたんですけど、今もめちゃくちゃやる気あるかって言ったら別に考えたことないんですけど、まあちょっと軽い感じでやっていこうかなと思います。で、今日話そうと思ってたのは、沖縄移住っていうのにはネガティブな意見がめちゃくちゃたくさんあるんです。沖縄移住は続かないとか、沖縄移住は最悪だとかね、そういう話がたくさんあるので、今回はですね、沖縄に長く住むコツというものをね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。これはでもね、まず大前提として、僕の超個人的な意見になるので、そこだけご了承ください。もうこれが正解というわけではないです。じゃあまずはね、長く住むコツ。ちなみに僕はもう再来月で丸6年経ちます。沖縄に住んでもう6年も経って3回引っ越してます。3回かな、那覇、浦添、沖縄、浦添、名護市、石川、4回だ、4回も引っ越してます。ですので、6年それなりに住んでるのでね、長く住むコツをちょっとお話していこうかなと思うんですけど、まず一番ね、長く住む上で重要なこと、もう最初に一番重要なやつを言います。一番重要なものはですね、欲しないということです。いや、その贅沢を過剰に求めないということです。例えば、すごい美味しいものが食べたいとか、すごいいろんな、ものが欲しいとか、そういったことが性格の中にあってしまうと、ちょっと、どうかな、厳しいのかなと、僕は思ってます。っていうのは、なんでなのかというと、沖縄はね、沖縄に住む上での前提とかでも変わってくると思いますよ。もう仕事をこっちでやるのかやらないのか、貯金があるのかないのか、資産的なものがあるのかないのか、そういったことでももちろん変わってくると思いますけど、所得が低いです沖縄は。なので今までのような、生活レベル、生活コストというわけには多分ねいかないと思います。どうしてもやっぱ下がってしまう。よくね、沖縄で給料はね、30% 落ちるとかって言うんですよ。まあこれちょっと一個基準にしてみてください。あなたの今のお給料計算し、それからそれがね、30% 下がると思って計算してみてください。そしたらちょっとイメージしやすいかなと思うんですけど、なので30% 分こう生活レベルが下がるという風になると思います。なので過剰な欲を持たないというのは沖縄移住ものすごい重要な、部分だと思います。もう一つはですね、利便性っていうのをあまり重視しないというところがあります。僕はもうね、利便性っていうのはね、不便を楽しもうとかって思うタイプなので、利便性はそこまで重要視しないんです。沖縄もね、別にね、皆さんが思ってる以上にいろんなものあるんですよ。どんなイメージを持たれてるか分かりませんけど、沖縄ってめちゃくちゃ田舎だと思ってたら意外と何でもあるんだねってめちゃくちゃ僕ご意見いただくんですけど、そうなんですよ。沖縄は大きいショッピングモールもあるし、ブランドものばっかり入ってる、百貨店的なものも、あるし、飲み屋たくさんあるし、映画館ももちろんあるし、もう必要なものはね、全部あるんです。ただ、絶対数が少ないだけなんですよ。僕大阪出身なんで、カフェが10個ある、美容室10個、映画館10個みたいな。沖縄はね、
イメージと全部が一個ずつあるみたいな感じです。で、なので、そのいろんなカフェ一つにとってもいろんなものを選びたい、美容室もいろんなものを行きたいとかっていう、この一つのことをものすごい大量に楽しみたい人っていうのは難しいかもしれないですね。あとは、公共交通機関が不便なので、電車とかバスとかが不便なので、そういったものをメインに行動したいっていう人もちょっと、まあまあ難しいかもしれません。沖縄で自由に動き回ってやりたいことをどんどんやろうと、アグレッシブに動こうと、いう場合、車、もうこれ必須になってくるので、そこだけちょっと、意識した方がいいかなとは思います。はい。他には何だろう、あと1個ぐらい出しますか。過剰な欲を持たないことでしょ。で、利便性を追求しないことでしょ。あと一つは、なんだろうな。なんだろう、でも。自然を受け入れることですかね。そう、自然を楽しむことも受け入れることなんですけど、例えば虫がいるとかね、湿度が高いとか、台風が来るとか、そういう自然的なことはやっぱ沖縄は多くあります。もちろんね、沖縄有名ですけど、一地方で田舎なので、沖縄も言っても。自然現象的なことは絶対都会より多くあるんですよ。虫が多いとかね。そういったものも受け入れることです。もうまあこんなもんだと思うことで、まあまあ、楽しく沖縄では暮らしていけるんじゃないかなと、僕は思ってます。で、まあ、沖縄移住ね、長くすることとして、僕もよく言ってるんですけど、友達を作ることですよ。とにかく知り合いを作ること。これが沖縄移住とてつもなく重要だと思います。はい。僕はそういったものをサポートするために沖縄ビレッジっていうのをやってるぐらいなので、ぜひ概要欄から見てみてください。ということでね、ちょっと崩した感じでお話しました。沖縄、長く住むコツは今挙げた3つと、あと知り合いを作ることだと思いますので、ぜひ、皆さん沖縄に住みたいなと思っている方はトライしてみてください。僕のインスタグラムからの DM で沖縄ビレッジ内でも、相談に乗りますので、ぜひ頼ってください。はい、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。